眠れないあなたのための安眠トーク、今回も安眠研究家の、堀田先生をお招きして皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。めちゃめちゃ穏やかですね。はい、そうなんですよ。もうなんかあれですね、それ、最初は江原博之さんのお話というか、もうね、そうなんです。江原さんにはね、本当にお世話になりました。二人の江原さんにお世話になりましたね、我々ね。そうですね。ずっと江原正弘さんとかしてましたね。そうなんですよ。正弘さんの喋り方ってずっと言ってましたけど、皆さんね、ご理解いただけたでしょうかね。ひろゆきさんだったんですよ。本当、正解は。ねえ。そうなんですよね。やっぱりね、我々ね、安眠研究家、皆さんを心地よく寝ていただくためのね、ラジオやってるじゃないですか。はい。だ、ね、今気づいたんですけど、もうね、ちょっとね、うるさすぎた。いい加減。でね、もう笑わせる必要一切ないんですよ。全くです。だって、他の朗読、こう安眠ラジオ見るとみんな朗読ですよ。皆さん朗読。はい。だ、朗読がいいんですよ。なるほどね。うん。だ、我々もね、ちょっとね、私ね、ね、今回ね、研究に研究重ねてね、あ、これはもう朗読しかないなと。もう我々には朗読しかないと。あ、そうなんですね。そうです。で、皆さんね、そう、優しい言葉で、寝てる時にね、ささやくよくな感じでね、朗読をさせていただきたいなと思って、今日はね、朗読の会に。わかりました。はい。ちょっとそれ楽しみですね。安眠ラボ、朗読、桃太郎侍。ちょっと待って。桃太郎侍。いや、桃太郎を、なんかほら、そういう話。高橋秀樹。結構、高橋秀樹ですか。そう。一つって。はい。人の生き血をすすり。はい。二つ。そう。ってやつですか。はい。なんかお話。なんか普通のほら、桃太郎じゃ面白くないかなと思って。まあまあ、でも、でも先生、面白さいらないですよ。はい、失礼しました。あ、そうだった。確かに。そうなんです。はい。で、ちょっと、まあ、せっかく用意してもらったら申し訳ないですけど、別のやつでもいいですか。わかりました。はい。安眠ラボ。朗読。深夜のおろ、眠りにつくための朗読。プロゴルファー、レイコ。これダメですか？そうね。いや、それ、めっちゃ続き気になる。続き気になる。プロゴルファー、レイコ。めっちゃ聞きたいな、その朗読。聞きたいですか？ごめんなさい、僕はあんま知らないんですよね。そう、誰なんですか、レイコって。いるんですか、実際に。なんか昔そういうドラマがあって、ほら、スクールウォーズとか、ああいう、なんかこう、シリーズもののやつがあったんですけどね。ちょっとプロゴルファーのやつなんかあったんですか？なんかあったんですね。プロゴルファー。ちょうどプロゴルファー猿っていうのがあったじゃないですか、藤子不二雄さんの。はい。で、ドラマのやつで、プロゴルファー玲子っていうのがあって。本当？ありましたね。調べてみてください。わかりました。まあ、それある。知ってる人は知ってると思う。じゃあまあ、それ見りゃいいんだ。私は。気になるんだったら。わかりました。まあ、ただ僕はあんまり知らないんでね。そうか。で、それ持ってきましたね、それよく。しかも。いや、なんかね、そう、面白いなと思って。本もないのに。そうですね。じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。じゃあちょっととっておきの。はい。あのね、皆さん本当に眠りにつく。誰もやっぱり知ってるお話がいいかなと思って。そうですね。だからそういう観点から見ても、プロゴルファー玲子って誰も知らないですから、ね。そうでした。はい。はい。お願いします。失礼します。はい。日本、安眠ラボ、昔話。あ
リとキリギリス。昔々あるところにアリとキリギリスがおりました。アリは働き者で、キリギリスはバイオリンがとても上手。夏の間は葉っぱの上で、キリギリスは楽しそうにバイオリンとビオラとチェロとコントラバスを上手に弾きます。一人で弾きます。ソロです。それを聞いてアリは、なんてキリギリスはバイオリンが上手なんだろう、お母ちゃん、私、僕らもあのバイオリン買ってもらえないかな、バカバカ者、あれは高くて買えない、あんなものはしっかり働け、はい、送りました。夏の間は遊ぶことも許されないアリ、一方キリギリスは葉っぱの上で優雅にクリームソーダを飲みながらバイオリンを楽しそうに弾いております。それから月日が経ち、冬になりました。冬には食べるものが虫にとってはなくなるので、非常に厳しい季節になります。アリたちは夏の間に蓄えた食料を巣の中でみんなで食べております。お母ちゃん、お母ちゃん、僕たちは何も食べるものはあっても何も楽しむものないね。あのキリギリスさんみたいな、ああいう楽器を弾けたり楽しむことができたらいいのにな。するとお母さんは言いました。そうね、私たちもね、なんかこう人生を楽しむことができればいいのにね。あのキリギリスに聞いてみようか、バイオリンを弾く楽しさを。そしてアリたちはキリギリスのところにやって行って、食事をあげるからバイオリンを私たちに教えていただけないだろうか。それとキリギリスは言いました。しょうがねえな。じゃあその代わりさ、食べ物をくれるかな。ああ、いいですとも、いいですとも。アリたちは喜んでキリギリスを巣に招待をしました。すると一匹の男のアリが言いました。おう、なんでキリギリス入れたんだよ。いや、だってバイオリン教えてくれるからって。うるせえな。こいつ大体あれだよ。そうやって夏の間ずっと遊んでたんだよ。俺たちはそうやって遊びことも我慢して一生懸命餌を運んできたんじゃねえか。そんな奴らを、そんなキリギリスを俺は入れたかねえな。お母さんは言いました。いや、でもね、あなた、子供たちがバイオリンを習いたがってるの。どうか教えてあげる先生、招待してあげられないかしら。だけど、俺は反対だぜ。キリギリスなんか全然苦労してねえじゃねえか。餌なんかあげるのは俺は反対だね。キリギリスは言いました。おい、どうすんだよ。俺は教えてやんなくたって別にいいんだぜ。人間は逆立ちしても神にはなれないからな。お父さん、この人、怪獣伝みたいだよ。怪獣伝ってのは一体誰だよ。あんたらバカなこと言ってないで、さっさとバイオリンを教えてもらいなさい。さあ、キリギリスさん、こちらへおいで。こちらで、美味しいご飯ができてますから、あったかいうちにお食べなさい。もう申し訳ねえな。
じゃあこれ飯食ってからバイオリンを教えてやるからよ。お前はチェロな。そしてお前は、ビオラな。そして俺がバイオリンってわけだ。あ、俺もバイオリンやりたいよ。いや、俺がバイオリンなんだよ。あ、そうなんだ。あ、ごめんなさい。どっちがわかんなくなりました。ごめんなさい。ごめんなさい。もうね、言いたいこととしてたくさんある。はい。もうね。はい。たくさんある。まず、みんなが、わかり、はい、知ってる話が眠れるって言ってたじゃないですか。そうです。こんなアリとキリギリス、まず聞いたことない。です。アリとキリギリスってあれは結局、あれ、イソップでしたっけ？あ、わかんないです。なんでしょう。なんでしょう。なんかあれ、なんかあれですよね。教訓話なんですよね、うん、確かね。うんうんうん。だから途中まででも本当、ガチの安眠の人みたいでしたね。はい、ガチなんだよ。私の人ガチなんだよ。ガチですよ。よく安眠動画でよく聞く。はい、そうそう、結構ね、喋りの合い、そう、間合いとか、うん、結構ゆっくりでやってました。うん、あれいいっすね。あれいいですよ。あれの映像でしたね。いや、あれってか、今とかまさにそれやろうとしてるんですよ、我々。開始でみたいなキャラクターが出てこなかったら、全然普通に寝れたかもしれない。いや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 。こうやっと先生の。いや、普通じゃ面白くないかなと思って、ね。いや、だから面白くなくていいですよ。そうですね。やっとでも安眠に本腰入れたのかなっていう。そうです、そうです、そうです。感じで。そうです。なんか新鮮でした、すごい。そうでしょう。うん。ただまあ、寝れるかどうかって言ったらちょっとすごく微妙で、まあ、吐きで寝られないかな、私。まあ、まあね、まあそうですね。うん、僕もだからちょっと落ち、どうなのかな、と思って。展開も気になるし。展開も全然決まってないんでね、わからないですけど。決まってなかったね。で朗読って言ってたって何にも読んでないじゃん。いや、もっと途中から寝るからいいかなと思ってね。あ、そういうことね。はあ、確かに、そっか、ええ。寝ちゃえばこっちのもんですから、ね。こっちのもんですから。そうなんです、そうなんです。そっかそっか。ええ、早く寝てくれないかなと思って話してたんですよ。なるほどね、ええ。そうなんですよ、ね。あれは最終的にはどういう話なんですか？最後、キリギリス助かるんでしょ？あれ、どうせ。あれどうでしたっけ？死ぬんですよ。キリギリス助かっちゃったら、これあれあの話ってキリギリスが最終的に勝ちってことじゃないですか。教訓も何にもないですもんね。ないでしょ？だって、変な話、夏の間ずっと遊んで、バイオリンを弾けるんですよ。そうですよね。金持ちですか？セレブですか？あれキリギリスは。ね。ね。全然、どっちがいいの？どっちがいいですか？キリギリスですよ、僕は。私も。でしょ？あれが良かったって話には全然ならないと思います。ならないですね。そうなんです、うん。そういう話結構多いと思いますよ。確かに。うん。そんな、一生懸命働いて長生きするぐらいだったら。そうです。バイオリン弾いて短く、ね、楽しく生きた方がいいですよ、ね。本当ですよ。僕なんかそれ言ったらね。うん、あれ、なんだっけ、亀に育て、助けられた話なんでしたっけ？亀。あ、助けた亀に、竜宮城行く話。浦島太郎。あ、浦島太郎ってあれ結局何がいいんだか全然わかんないです、あれ。助けてあげたのに最終的におじいさんになって、うん、いやいや、もっとその前に、まず助けてあげたのにね、うん、帰ってきたら友達が誰もいなくて、それで辛くて辛くて、で、玉手箱を開けておじいさんになるって、そんな悲しい話ないじゃないですか。人生すごい無駄に棒に振っちゃったわけでしょ、あれ、あの話。確かに。お、何の話ですか、あれは。あれ、確かに何の話なんだって話ですよね。そうそう。なんか、こう、いじめられてる人を助けたらいいことあるよって話だったらいいんですけど、全然いいことないですよ。そうですね。いいこと、うん、一瞬、竜宮城でいいことあった風ですけどね。ねえ。終わった後は、全然いいことじゃなかったです。そうなんです、そうなんです。あれ、確かにすごいどんでん返しの話だな。そうでしょ、考えたことなかったでしょ。僕、確かにね、ちっちゃい時から、え、はっていう感じでした、あれ。で、乙姫様がなんかいいことしてくれたのはなんとなくわかるんですよ。で、それで遊びほうけて、うん、遊びほうけて帰ってきた時にはもう、あ、こんな時間だみたいな感じでね。うん、そう。そうね。例えば、その、竜宮城にいる間に実は地上ではすごい津波が起きてたとか。はい。ね。そうです。そういう。天災があってみんなちょっと多くの人が死んじゃってたとか、うん、そういうことならわかるけど、ね、そんな描写ないですもん、ね、ないですないですないです、うんうん、確かにそうなんですよ。そうだ、そういうなんかわけのわかんない話たまにありますよね。あります。教訓もなんだよ。そうですそうです、うん、実際にね、あれはだからよく言われるのは、都市伝説的に言われるのは、うん、あの亀に乗って竜宮城まで行くのってあれ実はロケットで違う星に行ってたんじゃないか、うん、超高速、まあ本当に光よりも速いスピードで行ってたから、うんうん、タイムトラベルをして帰ってきて、うんうん、で、すごい時が、まあ、
自分だけ止まってたっていう、うんうん、そういう話もあるんですよね、逸話としてはね。へー、うん、でもそれって全然都市伝説どころか本当になんかありうる話ですよね。まあ、そうです。言うとちょっと言い過ぎだけど。そうです、そうです。説明がつく話ですよ。そうです、そうです。それだったら。ええ。そうじゃなかったら、ね。そうなんですよ。うん。この間すっごい面白い映画見たんですけどね。これおすすめ。パッセンジャーっていう映画。あ、聞いたことある。これめちゃめちゃ面白かったですよ。あ、本当ですか？うん。あのね、人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるために、うん、何人か、希望者を募ってね。うん。で、違う星に行きましょうって話したんです、うん。で、違う星に行くって言った時に、その船の中に、何人か、冷凍保存して、うん、ね、何年だっけかな、300年、うん、?300 年かかるんですって、その星に行くのに。うん、で、300年間、まあ、ごめんなさい、何百年かちょっと忘れちゃった。うん。うん、まあ、とにかく途方もない期間と、冷凍保存させられちゃって。うん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 、で、その冷凍保存する装置が一個だけ壊れちゃって、うん、男の人が起きるんですよ。うんうんうん、ほいでその男の人が一人で起きちゃって、うん、まだ到着まで、うん、80年かかるんだっていうんで、うんうんうん、80年間一人だってちょっと辛いじゃないですか、うんうん、その船の中。うんうん、ほいで最初はその船の中って言ったら、残りの3ヶ月間を楽しむための、なんかこう、娯楽施設が結構あるんですよ。ボーリング場だったり、うん、ダンスホールだったり、バーテンとか、ロボットが経営してるバーテンとか、うん、食べたい放題のレストランとかね。うん、で、そういうので一人で遊んでたんですけど、うん、もうそれでもね、さすがに一年半、うん、ずっと一人で過ごしてたら、もうちょっとよから悪、よからぬこと。一、うん、人だけ美人を見つけて起こしちゃおうって。うん、壊れたことにして、うんうん、で、僕ら二人しかもう生き、この、壊れてない。起きてないんだよ、うん。あと80年間も僕ら二人だけなんだよってことにしちゃおうと。一人起こしちゃうんですよ、美女を、うんうん。で、その美女と、うん、その、いい関係になっていくんですよね、その宇宙船の中でね。で、美女も最初はもう焦りますよ。80年間この中で、これはもう死んだも同然じゃないって言って。ネタバレ大丈夫ですか、これ。ネタバレですか？ああ。うん、まだ大丈夫でしょう。あ、本当ですか。うん、そうなんだ。そうなんです、そうなんです。それが途中でね、うん、実は、その機械の故障じゃなくて、その男の人が起こしたんだってことに気づくんですよ。それまですごいいい関係だったのに、突然大喧嘩。うん、いきなりパンチとかね。なるほどね。そう。これ今、なんか、デジャブかなんかなと思ったんだけど、この話、私2回目ですね。あ、これね、多分ね、その時1回話してるんだけど、題名を。そう。題名が出てこなかった。パッセンジャーっていうですね。そうなんです。これ本当面白いですよ。1ヶ月以上経って、ようやくこれ見れますね。うん、あの映画気になってましたもん。ああ、そうです。おすすめの映画の時に話したやつですよね。そう、すごいいい映画でしたよ。いや、何の、見ようにも見れなかったですもん。あ、そうですよね。題名がわかんない。そうです、そうです。そうです。ああ、そうですか。うん、まあ。パッセンジャーですね。そうです、そうです。わかりました。ぜひ見てみてください。やっと見れるわ。うん。わかりました。なんか、よかったですね。うん。その、ま、それが分かっただけで。そうです。まあ、これでネタバレはしてないんでね。うん、全然楽しめます。そっから、うん。わかります。そう。なんかビデオの解説の内容のところまでぐらいかしか僕話してないんです。あ、そうなんです、ね。はい。そっか。うん。わかりました。まあ、そのね、宇宙船がまた楽しいんですよ。いろいろあってね。いろんな想像も膨らんで、うん。そのレストランで食べたい放題とかね。あ、楽しそう。うん、遊びたいだけで。しかも、もう自由なんです。全部無料だったかな、確かね。うん。そうなんだ。うん。わかりました。じゃあちょっとそれ、ぜひ見てみます。はい。はい。はい。じゃあ、大丈夫ですか、今日は BGM タイムなかったですけどね。今日は朗読が BGM タイムだったっていうことでね。そうですね。はい。あそこで寝てますからね。そうですね。じゃあ、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。